また楽観の、はい、まあ、これの楽観っていうのは比較するものとしては楽観と合理と反応、はい、これ楽観的な性格ではないと思うんですよ。僕が問題が起きた時にって話ですよ。僕がじゃないです。あ、はい、楽観の意味ですね、はいはい、楽観の問題が起きた時にどう対処するかみたいな話ですよね、うん、問題に直面した時に、はい、楽観的に処理をしようとするのか合理的に処理をしようとするのか。これね、僕前ね、はい、あの車でディズニーランドに行った時に家族でね、はい、インター、朝早くのインターに降り、はい、でみんなでトイレに行き、はい、で、まあ、僕男子弁、あと家族はみんな女性なので、はい、まあ、女性の方行くじゃないですか、はい、で僕はあの早いの早くてですね、人、はい、もうささっとコーヒーを買いに行ったんですよ、はい、でその僕のもとに3人いたはずなのに、はい、2人だけが来てですね、はい、一番下の子がいないというのになったんですね、はいはい、で一大事やと、はい、こんなインターで連れ去られたら、はい、もう一生見つからへんと、はい、と思い、はい、わって探し始めるんですけど、はい、どこか心の中には、はい、俺は大丈夫、俺は大丈夫、はい、運がいいから、はい、引き寄せっていう、これは、はい、楽観なのか楽観引き寄せが出てるのか、あのと楽観で言うと、はい、なんか問題が起こるじゃないですか。起きますね。それ僕のやつ今も大問題ですよね。大問題が起こるじゃないですか、はい、で頑張れば大丈夫みたいな話ですよね。僕は、はい、俺は大丈夫と思ってましたよ、はい、ただそので、はい、なんかあの気持ちを高めるみたいな話ですよね。ポジティブに僕のやってるこれ、うんと楽観、楽観の人、はい、はい、でまあ、なんか子供が行方不明とかって多分みんな焦るレベルだとは思うんですけど、まあ行方不明とか、まあ、迷子だ、迷子、はいはい、迷子めちゃビビりますよね。あの あ,、はい、あんまりビビらない、あんと、まあ、ビビるかどうか、はい、でその時に、はい、例えば冷静になったら合理ですよね。まずはどこに問い合わせようみたいな、まあ はい、インター内で考えてください。インター内、ね、でサービスエリア、ごめんなさい、サービスエリア、はい、でそうすると、まあ中を見にまず中を確認せよですよね。そうですね、で女子トイレだと、まあ、男性は入れないのでちょっと行ってこい、はい、そうですね、はい、行けと、行けと、俺は探すと、はいはい、っていうのをやりながらどこかで大丈夫だ、はい、でそれは引き寄せ的にやってんのか、はい、素でやってんのかみたいな話ですよね。あのね、はい、頭のこの辺には、はい、連れ去られてるかもしれない、はい、がずっといます、はい、で引き寄せをやってる感じです、はい、大丈夫大丈夫って、はい、大丈夫っていう言葉は使わないですよね、楽観な人はね。楽観、大丈夫は使いますよ。いやもう大丈夫でしょうみたいな、あそんな気ではない大丈夫っていう感じ、大丈夫だから楽観だと、まあ多分そんな感じですよね。なるほど、まあそのレベルにもよるんですけどね、本当に子供がいなくなればみたいなところはあるとは思うんですけど楽観は2位、2位7、9、はい、ありがとうございます。はい。合わないでしょ。引き寄せ。違う。体調の楽観がね、はい、ごめんなさい。まあ、楽観の基準にして申し訳ないんですけど、はい、楽観の基準がわからないんですよね。基準？ええ。いや、多分、はい、あの、神経症傾向の人からすると、はい、君も大概楽観だよだとは思うんですね。悩んだりしないって話ですよ。あ、わかんないですけど。僕が悩んだりしないだけ。悩まないの意味、意味。はい。いや例えば僕あの預金通帳に100万ありませんみたいな、はい、50超えてね、そんな余裕ですよ。で死ぬことはないです。でもしかその僕、はい、ロレックス最近売ったんですけど、はい、ロレックス売ってなかったらもう多分生活できてないんですよ。はい、大丈夫ですよっていうのは、はい、ちょいと悩むんですけど、最近なんかもうそういうのはもうあの俺ずっと働くしいいやって、はい、いうので、はい、人から見ると多分楽観だよもあるかもしれないんですよ。あるのか？楽観から見ると楽観っぽくないですよね。なるほど、はい、神経症傾向に見える、はい、そうかもしれないですね、はい、まあ、エニアグラム的に楽観はそういう感じじゃないですか。確かに問題対処が、まあ、大丈夫って信じて進むみたいな、はい、そういうタイプじゃないですか。ルフィみたいな感じじゃないですか。あ、ないな、はい、ルフィはない、はい、あん中で言うと、はい、あの
ウソップですよそうすると反応っぽいじゃないですかあん中はまあウソップですね、はい、僕はね、はい、ウソップか骸骨かどっちかです、はい、骸骨もないなヤンバルさんは9とか2が強めでしたと。あ、ヤンバルさん楽観なのね。楽観なんです、ね、嘘だ。でも言葉はちょっとなんか言葉は楽観っぽくないと思ってますよはい、あ、 DD さんは楽観一番苦手なことだと。じゃあもう5ですよ、はい、おめでとう。エレキさんは同じタイプ6ですって。もう6のようです、僕は。はい6っぽいんでしょうね、やっぱりね。私は7ウィング8だけど暗いですと。暗いですっていう感じなんでしょうね。そのわかんないですけど、暗いかどうかっていうよりはって話ですよね。はい、その楽観的な考え方みたいな話じゃないですか。別にこう、あ、なるほどね、僕がわーっと騒いでるわけじゃない、はいはいはい、確かに、はい、まあ、7だと自己主張なので、はい、多少はね、はい、やってそうですけどね、はい、DD さんが根拠のない自信を持ってるってある意味羨ましいと。私は真逆で最悪のことを想定して対処するのでと。だと DD さん6かもしれないですよね。はい、はい、不安の人、まあ、思考タイプ、あ、思考タイプ、まあ、5、はい、6、7。あ、ミチさんは冷静になるタイプですと。まあ INTP だっておっしゃってたので、はい、5でしょうね。はい、僕も冷静ですけどね、ずっと、はい、僕は冷静であらねばとは思いますよ。慌てることはほぼない、僕はこれが9か。なるほど、はい、僕やっぱ6かも。今健全度が高いんですよ。はいで9って話、9って話、はい、いや、だから3で6、まあいいや、3で健全度が高くなると落ち着いてくると思うんですよね、はい、そうですね、はい、周りの人を見てみたいな。6っぽくなるってことですよね。6っぽく仲間のために、はい、ビちゃんご機嫌よ、大丈夫っていう人は人に言うのと同時に自分に一過してるんですかね。その感じはありますよ。楽観タイプの大丈夫っていうのはもう大丈夫って信じようとしてる感はある。僕はね、大丈夫大丈夫っていう感じです、はい、落ち着いて落ち着いてって、それをみんなに広げようとしてる感じですよね。Qとか楽観タイプの言う大丈夫は大丈夫だからもうみんな頑張ろうよってこう周りの空気を上げようとしてる感じ。自分じゃないんですね。自分も含めてですよね。周りもいい空気感を作ろうとするみたいな、ポジティブな空気感を作ろうとする。だからルフィですよ、海賊王になるって言ってみんな引っ張ってくみたいな。海賊、はい、の、でもあそこ海、いや今ね、はい、じゃあ自分が海賊の長になった時に、はい、どんな収め方をするんだろう、はい、で考えようと思ったんですよ、はい、でわーってやっていくとバギーって今、はい、船長でしたっけ。バギーっぽいんですよね、多分ね。バギーって4個バラバラになるやつですよ、はい、え、今そんな偉いんですか、はい、あれなんか一番初めしょぼキャラだったじゃないですか。そうですよ、強くはなってないですよ。なんで4個の立場になったんですか。なんかいろんなところに関わってるんですよ。あ、なんかこうすごい大騒ぎ、なんか嘘に引っ張られていくタイプですよね。ごめんなさい、なんか話がボロボロになってすいませんね。はい、なんか嘘、ウソップ的な感じですよね。ああ、はい、なるほど。俺の後ろには何千人のみたいな感じで、なるほど、バジー船長すごいみたいな感じで、いつの間にか強くはなってないのにみたいな。4個参考になりませんでした参考にはならなかった、はい、あ、二藤平先輩は俺は大丈夫っていう呪文ですよね。はい、エニアグラム診断を受けようと思ってます。僕は受けなくていいと思ってます。別に受けてもいいんじゃないですかごめんなさい、そうかもしれない、はいはい、いや、お金が、はい、お金かける意味あるって最近ちょっと。お金は価値観の問題じゃないですか。なるほど、はい、こうなるだけだよってそうなるかどうかもその人にわからない、はい、はい、T 隊長は悩んでも仕方ないって感じなんでしょうかと、はい、冷静に判断している印象がありますと。冷静に判断はしてると思います。なのでもう僕もわかんないですけどね、はい、これ9じゃないのかもしれない、はい、とはありますけど、はい、まあ、僕が9を選ぶのはなんか消去法的に9
みたいな感じなので、はい、有利でもありますもんね。有利、有利は結構ごっくんしている。はい、ヤンバルさんの楽観は可能性の広がりを考えるなりして、こういう場合あるかもで深く考えない方向に行ってる気がしますと。あー、なるほど、突き詰めなくてもいいっていう意味の楽観なんですかね。はい、適当にほわんと しておけるっていう、なんか、まあ、そっちに進むみたいな感じですよね。なんか問題が起きた時の対処方法、はい、どのように対処するか、うん、はい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 、みたいな感じなので、なんか結構大きな問題が起きた時に、はい、もうこれやるしかないじゃんと思ったら、もうやるしかないみたいな感じで、もうそっちに進むしかないみたいな。 TD さんは最悪の事態は想定するが、結果的にポジティブになるためにやってますと。そりゃそうですよ。はい、Q は周りが大丈夫なら自分も大丈夫があるとも見えますねと。はい、Q はまあそういうタイプですもんね。周りの人が問題なければ。これ6もそうじゃないですか。6は不安ですよね。不安ですよ。Q は周りの人が大丈夫なら大丈夫だから、同調する、いろんな人に同調して周りを大丈夫にしよう。あ、そっか。6はね、周りが大丈夫でもね、はい、大丈夫じゃないですよ。はい、なぜなら俺が大丈夫じゃないからとか、はい、こいつは本当に大丈夫かとか、はい、で大丈夫そうなところに行きたいわけじゃないですか。明日は大丈夫かとか、はい、あっちの方が大丈夫そうだとか、はいはい、ありますもんね。はい、